形あるものは移ろいで、やがて消えるけど、ああ一瞬光って、その目の記憶の奥の奥に刻みつくなら、まだまだ。ああいいけど、どこに行くんだ？ウェトラの谷、そこに魔獣が出て、私一人じゃきっと倒せないから、お願い。わかった。一緒に行くよ。あの魔獣。わかった。一緒に倒そう。倒せたな。大丈夫か、レオナ？うん、平気。キリト、レオナ、メディナ、どうしてここへ？この近くには私にとって大切な場所がある。だからだ。もう大丈夫だ。ここに出た魔獣は俺たちが倒したよ。レオナがここに来てくれって俺に声をかけてくれてさ。もしそんな場所に魔獣が入ってきたりしたらって思って、キリトに協力してもらったんだ。そうだったのか、ありがとう。でもなんで私のためにそこまでしてくれたんだ？それは、私はこことは違う世界から来て、その世界で普通とは少し違う形でメディナと会ってるの。少し違う形？どういうことだ？詳しいことは言えない。でも私はメディナのことを知ってる。だから他人だとは思えなくて、それからそのもう一つの世界で、私はみんなが知らない未来を見た。スカーレットにはその結末が歌われてるの。それで本音を言うと、歌詞のすべてを思い出すのが怖かったんだ。その未来は激しく情熱的、でも深い悲しみにも満ちてたから。理解が難しいが、そんなことを思っていたのか？私たちに訪れるかもしれない未来が怖いと。うん、みんなと仲良くなったから余計に。言っただろ、大丈夫だよ。俺がメディナやみんなを守るし、怖がることなんて何もないんだ。たとえレオナがその世界で見た未来が本物だったとしても、俺が運命を切り開いて変えてみせる。だからレオナには安心して歌ってほしいよ。私もだ。レオナの歌を聴きたい。レオナが歌で届ける言葉をもっと聞きたいんだ。私も光など見えない闇の中でずっと生きてきた。だからこそ多くのことを恐れていた。だがいつしか、おせっかいで食い意地の張った誰かのせいなのか、何があろうと恐れず前を向くほかないと気づいたんだ。そして自らが進む道の先には闇だけではなく一筋の光があると。おい、おせっかいで食い意地って、それ誰のことだよ？そう、知らんな。だから
レオナもどうか恐れないでくれ。キリト、メディナ、わかった。それじゃあ聞いて、私の歌。そして異国の赤い髪の少女の物語。こぼれゆくスカーレット、形あるものは移ろいで、やがて消えるけど、ああ一瞬光って、その目の記憶の奥の国刻みつくなら、まだまだ。やったなレオナ、これこそ魂がこもった歌。そう感じたよ。全部歌えた。なぜか不思議と全ての歌詞が浮かんできて。メディナ、泣いているのか？泣いてない。ムカつく。ただスカーレットを全て聞くと胸がいっぱいで切なくて、いろんなことを思い出したんだ。父上のことも、私がこれまで歩んできた道も。この歌には私が求める全てがあった。私も最後まで歌ってわかった。これは全ての人の悲しみと痛みを帯びた情熱の歌。この歌に込められた思い、傷の記憶を歌い続ければ、共感した誰かの心を救うこともできるかもしれない。だから私は歌い続ける。この歌に込められた傷と情熱をたくさんの人に届けるために。傷と情熱か。確かにスカーレットからはそれを感じたよ。ありがとう二人とも。私これからは恐れずに歌うよ。だってキリとメディナ、この世界でただまっすぐに生きるみんなの未来には希望がある。それに最後まであがいてみないと、答え合わせがどうなるかはわからないから。あ、レオナ、それって一体たった一人この世界に迷い込んで、失ったお歌を探し続けて、やっと答えを見つけた。見つけられたのは二人のおかげ。ありがとう。ねえ、二人はこれからも私と一緒にいてくれる？もっと私のお歌を聞いてほしくて。もちろんに決まっている。だってレオナは私たちの大切な友達なんだからな。あ、これからもレオナの歌を聴かせてくれ。ありがとう。それじゃあ改めてよろしく。その後レオナはレイカの花園でライブを開催。人海の多くの人々が彼女の歌を聴きにやってきた。レオナの傷と悲しみ、そしてその中にある一筋の光を訴えかけるような歌唱に、人々は喜び涙を流し、ライブは成功に終わり、俺たちは心から喜んだ。謎めいた異界の歌うたいレオナ、これからも俺たちは仲間として彼女と共に戦っていく。彼女の歌う絶望と希望に照らされながら。